れ、ここどこだ。で、ここは C1 外回り、一体なんかどうなってるんだ。とにかく、踏むしかねえよな。あれ、ここは生きてる、立てる、よくわからないけど、これはこれで良い。結局、デフューザーでやめたあの物体は、何だったのだろうか。今はそんなことを考えてる場合じゃない。ここにいる奴を全員倒さないと、俺のことを知られてしまう。やるしかねえ。誰だ、俺に話しかけてくるやつは。と、一体どうなってやがる。来やがったか、迎撃。頭じゃない？どうしよう。待てよ、相手はよろけている。殴っちまえ。これで、最後なのか。敵部隊を排除した。どう振り渡ったの？さあここだ、相手はここが苦手なはずなんだ。ここで一気に距離を詰めて勝負して出たいところ。そう、向こうがミスしない。最後のポイントはあのストレートしかないのか。もうそこしかない、そこしか決めるところがない。アクセルフルスロットル、もう後がない、もう後がない、ここしかない、ここしかない。ミスってくれ、あえてミスってくれ。ミスってる、ミスってる。前に出れるか、前に出れるか。ダメだ、出れない。なんであそこで前に出れ。あれ、夢だったのか。かなり熱い夢だったな。とりあえずこれからどうするか。迂闊に外をうろつくと危ないだろう。侵入者だと。やるしかねえ、やらなきゃ死ぬだけだ。思ったよりも簡単に見つかったな。まあ、あれほど派手に飛ばせばそうなるよな。だが、あの格好はさっきの集団とは違う。もしかしてこいつがリーダー。真後ろから銃を突きつけて、ホールドアップさえ決まれば。おい止まれ。止まらなかったらどうするんだぜ。それ相応の対応をさせてもらう。なら、これ。うわ、うるさ。いきなり何するんだよ。これは警告だ、次は当ててみせる。外したら、ホスト誰？っていうだけだ。わぁ、お前、このネタ知らないのか？さてはブラックオプス2のサイアックの動画を見てないな。お前、さっきから何を言ってるんだぜ。まあ、そんなことはどうでもいい、重要なのはお前だ。お前が頭だな、一人で敵討ちのつもりか。敵討ち？私は新しくできたところを調べに来ただけだぜ。なんで新しくできたところが、早速世紀末な状況になってんだよ、バカかよ。それはどういう意味だ？少し考えたらすぐにわかるだろ、それとも常識がないのか？ここでは常識にとらわれてはいけないんだぜ。お前こそよくわかっていないようだな。これでも普通の常識から結構離れた思考回路を持ってるつもりだがな。まあいい。どうしたんだぜ？さっきのものを構えていなくていいのか？構えたままだと会話しづらいからな。
それで、あれは何だったんだ？おいおい、これを知らないはずがないだろ。こいつは銃？対象を無力化するためにある。とりあえず、何かに向かって撃ってみてくれないか。弾薬は有り余ってるからな、良いだろう。壁に穴が開いているな、当たったら痛そうだぜ。そこら辺に死体が転がってるだろ、こいつに撃たれるとこうなるんだ。それで、肝心の死体はどこなんだぜ。え、そこら中に。あれ？これは一体どういうことだ？やっぱりここはゲームの世界なのか。外の世界とここの世界以外にも、もう一個世界があると言いたいのか。そうだな、だが説明するのが面倒だから、詳細は省くけどな。仕方ないか。それで、結局ここはどこなんだ？この建物はわからないが、ここは幻想郷だぜ。幻想郷？よくわからないけど、要約すると道のエリアってわけだな。そういうことだぜ。そういえば自己紹介をしてなかったな。私はキリサメマリサ、普通の魔法使いだぜ。悪い、覚えられそうにねえや。俺頭悪いから。頭が悪くても人の名前くらいは覚えた方が良いぜ。そういうものは覚えづらい。サイコロの7の法則やスライドは覚えてるけど。7の法則？スライド？なんでそんなものを覚えて名前を覚えない？知らない間に覚えてしまってたみたい。頭が良いのか悪いのかよくわからないな。とりあえず置いておこう。それで俺の名は。あれ？おい？まさか、俺の名前なんだっけ？ど忘れしてしまった。それはさすがにバカすぎだろ。そうだよな、名前なんだっけ？ロッシアクイはこのダチエのキャラだし。ロッシアクイではないのか？違うな。あ、思い出した。これなんだけど、肝心な読み方がないんだ。名前はあるのに読み方がないのか？おかしなこともあるもんだぜ。そうなんだ、だから周りの人からいろいろな呼ばれ方をされたものだ。なるほどな、つまり私が呼び名を考えても問題ないんだな。自分のことだとわかりやすいものなら大体は反応すると思うが、あまり変なものはな。普段はなんて呼ばれてるんだ？相棒やペプシからはグレイカー、ブラックオクス勢力はアベ、後部等勢力はアグ、イツメンはエイジーって呼ばれてる。なるほどな。グレイカーってことは破壊でもやってたのか？グレイカーは、銃で壁を貫通させて敵を倒していく様からつけたものだ。つまり物をぶっ壊していくことでのグレイカーではないということか。そういうこと。爆薬での吹っ飛ばし関連は、俺じゃなくて相棒の仕事だ。相棒がいるのか？もしかしたら、そいつも幻想郷に迷い込んでるかもしれないぜ。それなら、あいつにジャベリンを持たせなければ。持たせたら世界が終わるけど。ジャベリンっていう武器が、世界を滅ぼす程度の威力を持っているのか？いや、そこまで威力はないけど、あいつはジャベリストだから化けるぜ。扱いが難しいということか。話を戻そう。お前のことはグレイカーって呼ぶことにするぜ。これからよろしくだぜ。よろしく、マリオ。マリオじゃなくてマリサだぜ。まったく、物覚えが悪いのは本当なんだな。次に会った時は、お前のことすら忘れてるかもな。撃たれるのは勘弁だぜ。じゃあな。結局何だったのだろう。あいつはこの組織とは関係がなくて、ここの他に関することは知っていると。とりあえず仮眠でも取るか。今は寝ておきたい。また夢の中で熱いバトルが見えるのかな。はいどうも、AGSSL です。今回もご視聴ありがとうございました。パート1作ってからパート2までの、この期間、クソ長かったような気がするけど、まあ編集する気が起きなかったっていうのもあるし、まあ行き当たりばったりで作ってるわけだから、なかなか先も思いつかなくて、まあこんなことになっちゃいましたね。まあ、
まあ各パートごとに何か伏線だのあったとしても、基本的にそんなもの無視して構いません。そんなもの意識して動画作ってるわけじゃないんだよね。うん。ということで、他に何話せばいいかな。あ、そうだ。あと話すことって言ったら、あれだな。東方キャラの立ち絵だな。うん。この立ち絵な、今ゆっくりで使うけどな。しかも、ゆっくりの顔一切編集してないですよね、これ。まあ、ゆっくりの顔編集してみたり、もう一緒のこと素材ごと変えて、なんか、立体的なやつ、なんだっけ、胴体とかあるやつ、あれにしてしまうのも一つの作戦かもしれないんだけどな。うん。でもって、主人公の立ち絵もな、7のロシアクイーン。ひでえぞ。あれ、完全に表情とかなんもないパターンやん。やれやれ。まあ、あれはあれでいいかもしれんけどな。うん。さて、ここで問題だ。クイズか。途中に、マリさんに向かって銃を突きつけたと思うんだ。その際に、カチャンって音が鳴ったと思う。さて、このカチャンって鳴った音は、一体、何の武器でしょう。いや、これはさすがに分かんないと思うわ。あれでも分かったら、ほんまに、どんだけそのゲーム好きなんやってな。うん。まあ、これがまず1問目だな。で、2問目が、マリさんに向かって発砲したやつがあるよな、パン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 って。これが、何の武器で発砲されたのかだよな。うん。まあ、その2問だな、今回は。あ、ちなみに、今回はここで答え合わせはしません。コメントで書いてみるなり、まあ、ツイッターの方で、まあ、その辺に関することをつぶやいてみたり、まあ、何にも書かなくてもいいから、とりあえず、憶測だけしてみたり、まあ、自由にお楽しみください。それでは、また次回会いましょう。ご視聴ありがとうございました。